ね、夜の昼寝、夜昼英検傑作ブック、ここね、阿佐ヶ谷駅前、夜の昼寝、阿佐ヶ谷から1分で来れるこの落ち着きのあるね喫茶店で、我々はですね、自主制作の映画を撮ってるんですよ。それもね、ただのね、そこいらのね、映画マニアとかとは全然違いますから。全員がね、漫画家だったり編集者だったり、漫画に携わる人がこうやってね、映像に残してる。僕ももちろん撮ってますし、僕みたいなね、クズ漫画家からですね、小泉智弘さんみたいなね、大御所の立派な漫画家、どこのパーティーに行ってもいるようなね、あの白髪のメガネのあの作家さんとか、あとはですね、ハイスコアガールのね、押切蓮介、スクエアエニックスと揉めて SNK から訴えられてもまだね、一生懸命漫画を描いてる押切蓮介、そしてね、河合克夫さんだったりタイム良介さん、みんなでやってるこの一冊ね、これぜひ今度上映会とかもここでやりますから。夜の日で門田さんがやっているカフェですが、そこで開催している僕小泉智弘が主催の夜の昼寝映画研究会で、なんとこのようにDVD ブックも聖林工芸社から発売しています。そんな夜の昼寝映画研究会も今回でなんと10回目。今まで数々の著名な漫画家や歌人やライターさんなどが参加してくれております。11月には上映会もしますよ。みんな撮影だ、撮影。